よく社長がセミナー動画撮ってる社長室ですね。すげえ、ちょっとちっちゃいなと思って。もう社長室行きましょう。落書きしましょうよ。リリーちゃんがいれば絶対怒られないんで。あのさ、あのさ。軽いなここは誰の部屋でしょうか。これはね、もうこの人があるね。ほんま、難民を掘れここはあれですよ、よく社長がセミナー動画撮ってる社長室ですね。社長室ですね。いえ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 ザッス。今までいろんな私物塗ってきたじゃないですか。スマホ塗ったりとか、車塗っちゃったりとか、あとパソコン、すげえちょっとちっちゃいなと思って。まあいろいろ塗っちゃって、これ壁ですか。壁、壁、あ、違う、これは壁。社長室行きましょう。落書きしましょうよ。言われるのが一番大事。社長にですか。そう、社長に。でもそれ教わってちゃダメですよ。あ、大丈夫。リリーちゃんがいれば絶対怒られないんで。言うよ、言うよ、絶対怒られない。行こうか、行こうか。切り返しが早いから。ちなみに社長のベトナム行ってるんですよ。はい、行ってますね。帰国する前にやらないと。あ、で、帰国してドーン見せたろうと。まあ、落書きしまくってちょうどいないですし。はい、やっていきますか。やっていきましょう。行きましょう。はい、レッツゴー。はい、いよいよ終わりましたね。いよいよですよ。いよいよ悪口タイムですよ。悪口タイム。ここに社長の悪口とかもバンバン書いてって、何だけもバンバン書いてって。はい、いや、言うても社長戻ってくるじゃないですか。はい、まあ大丈夫か。リリーちゃんが俺で、そう、スーパーエース。そうそう、あー、お前らリリーちゃん俺や、悪い、あー、ありがとう、リリーちゃん俺。何してるんですか。これリリちゃんも書いてるの。上手だね。絶対言うな。でも3人おったら怒られても怖くないですよ。まあそうっすね。そうそうそう。はい、もう実際あるっすか、悪口いっぱい。あれ、僕めちゃくちゃあるっす。まあありそうっすね。はいはい。積もり積もったものがなんかありそうっすね。これじゃ足りないですね。めちゃくちゃあるっす。いつもハンマーで叩きやがってん。あ、そうそう、あのハンマーね。リリちゃんありますか。社長に悪口ですか。社長に悪口なさそう。まあないないですね。ないけど、まあないけどひねり出しますね。ああ。はい。振り絞って。振り絞って、はい、じゃあ帰っていきますか。入りましょう。はい、レッツゴー。おっしゃー、楽しみたいと思いますな。私は中国から来て、キムチ廊下に追いつけますよ。私の気持ち受け取って、私の気持ち。僕が黒から言っていいですか。なんかちょっと抵抗あるっすね。第一投投げますよ。有効。心。心で悪口じゃないですか。はい、全然悪口じゃない。違う違う、心を。それダメですって。それダメです。やばい。わかんわ。それは書いちゃう。これ絶対何書いてんだって言いますよ。ぐちゃぐちゃのところ。見て、ほら、ナス昔なんかよく版画になんかあったっすよね。ナスの版画。ナスの版画みたいな。初めて聞いた。ハマってる。これじゃないですか。何それ。何もう神秘的すぎて、絵心なさすぎて。絵心ないって言うじゃないですか。こっからなんですよ、絵心があるのは。何、まだ気づいてないだけですか。絵心、そう、まだ気づいてないだけです。絵心ありまくりだから、これ言っとくけど。ヤンキーうまくないです。結構うまい、うまい。これ何、これ何。目これが口下手。いや、これさ、難しいんだよね、結構。これは僕、社長の昔。社長の昔、まだ会った頃。思い込んでしょ。そういう企画じゃん。でも、ずらじゃないですか。あー、ずら、ずら、ずら。それは呼んの。次、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 社長が帰ってきたときに喜ぶように、はい、お帰りなさい社長って書きます。そんな優しい。社長の似顔絵を書こうかな。私こう見えてもちょっとやってたんですよ。あ、マジですか。でもこの辺で書けるかもしれない。書けです。第一刀。あ、でもうまい。あ、僕みたいな感じですね。持ってき方が違うね。刷毛の持ってき方が違う。うん、
おお。でかすぎて絶対でかいこれ。おいいね。おめでとうってちっちゃく書いてけんね。うまい。うまいね。うまいわ。女子力、女子力出してきた。社長、社長何書こうかな。社長出す。社長出す。社長出す。この辺に社長の似顔絵書きますね。はい。横でもいいんじゃないですか。横、横でいいですか。うん。あ、ここ。卵。やばい、これはやばい。卵。悪いよ、ガチガチ。この迷っちゃあかんですよ。絵を迷っちゃあかんですよ。ね、どうしようかな。鼻がちょっと特徴的だからね、社長は、ね、そうですよね、鼻むずくないですか、めっちゃデリカクシーですよ。あーわかるわかるわかる。口はちっちゃかったっけ。なんか、脳面みたいな感じ。脳面みたいな感じ。怖えーリリシー感じですよね。リリシー感じ。ちょっと薄い薄いね、風邪とかです。風邪。あれ全然違う、なんかデリケメンや。デリケメン、デリケメン。だいぶイケメンですよね。そうですね。ちょっと今度ちょっとじいちゃん。これやばい、これ。もっとハイドルズラって。もうちょっと生やしてあげましょうか。あ、そ、そんぐらいですね。かすかにね。それなんかな。あの、ウニみたいなやつ。ただのウニみたいなやつだよ。体お願いします。なんかこういうのっすよね、襟が。ちょっとマッチョが出るから。まあまあマッチョじゃないよ、ガタヤレみたいな。将来の社長みたいな。うまいっすか。うん、なんだっけ、そういう日光も入っとったんですよね。入ってない、それ。こんなダサいの初めてじゃないですか。あー、まあ、そりゃ。なんか、俺だけなんか悪いやつやみたいな。ちょっとお世話になっとるし、なんかせっかくやったらいいこと書いてあるんですよね。いいんだった。そういうんだった。もうここから10に書きます、みんなで。もう10でいきましょう。え、なんか違う。え、押せますか、これ。え、これじゃないですよ。上の点々いらないの。あ、でも味があるっすね。ね、うん、えん。いや、まあ、いいな。何基準がすごい。基準がすごい。ザッサッザッサッサッサッ。楽しいですよね、カラオケ。楽しいけど、なんか、後半趣旨変わってきたよね。社長関係なくなって、まあ一番最初の俺も関係ないよ。全然悩んでない。そうね、第一等が全然関係ない。まあでも一番でかいよね、これ。そう、旅行じゃないですこれ。社長だ。はい、じゃあ、帰国を待ちましょう。はい、じゃあ、待ちましょう。待ちましょう。電話だったっすね。ありましたね。はい。もうそろそろ来るってことで。はい。結構遅かったっすね。予定より3時間ぐらい遅いっすよね。遅かった、遅かった。はい。だけどまあね、来てくれるもんでね。喜ぶっすね、やっぱり。まあ喜ぶんじゃない、あれはね。まあ怒ったとしてもね、今日誰がおるかしたらね。リリーちゃんおるからね。おったら大丈夫。はい。おかえりーみたいな感じで行きましょう。おかえりなさいませ、ご主人様。おかえりなさいませ。久しぶりっすね。遅かったっすね、だいぶ。遅かったね。いや、普通に2人でいたから。またドッキリなんかやったの。違う違う、今日僕らの個人的なやつっすね。いいじゃーん。やりたかった。止まらず。乗ってきた。いいいいいい。また乗ってきた。乗ってきたね。いいね。これ何日間、4日間。4日間ですね。4日間乗車ね。何やと思う。今なんか面白い動画僕ら作ってて、最後の締めって本当に大きいだろ。今日企画なんですよ、その感じ。まあ2人でまあ語るみたいな。俺待っとったんじゃなくて。あ、じゃなくてたまたま待ってたもんで。絶対大きいでしょ。え、違う。何ですよ。何、本当に。何、でも本当に僕らのそんな、まさかリリーちゃん、あんまり可愛いより俺をドッキリするなんて。お前してないですよ。最初、撮っとる最中だよね、普通にね。そうっすね。本当にドッキリじゃん。まあ、ドッキリじゃん、そんなに今、撮っとってたまたま帰ってこられた、社長が。じゃあ、どう撮ったの。いや、そこでどっかで使えるかな。絶対嘘なんだ。絶対嘘。社長、ちょっと本当そう、どうしてちょっといいっすか、僕ら。いや、マジなんもないっす、本当に。警戒しすぎっす、警戒しすぎっす、本当に。そんなに信用されてないっすね。もう、ほんとなんもない。なんもないっすね。
じゃあ、ラルネック。知らんぞ、本当に。知らんぞ。はい、本当に。また、はい、はい、すいません。だったらまた挨拶いきます。あ、よろしく。はい、いい。職人あるある。職人プランナー社長。あのさ、あのさ、あれ、おい、行こう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 。おい、はい、どうした、どうした社長。どうしました。いいって、お前ら、ほんと。なんかありました、どうしました。あ、なんかありました。やめたんだこれ、もう。ちょっと、中入りましょうか、中入りましょうか。今日は行くよ。ハマったるけど。あいたー、あいたー、あいたー、あいたー。ザッ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 じゃねえよ。わかった。今にも乗ってきて一発で乗ってくれた。俺じゃん。そうっすね。そうです、そうです。リリーちゃんが何言うか。なんでリリーちゃんがそんな言いたい音なんてない。リリーちゃん言わせんだ、そんなこと。何言うか。相変わらず、相変わらず。何でもらっていいですか、この野郎。優しい、優しい、優しすぎるよ。久々に動画出たのこれ。イケメンに来ましたよ。全然ちょっと、この野郎、優しい。痛い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 。リリーちゃんね、やっぱ優しい。これリリーちゃん初めて俺の時じゃない。そうですね。今回中止決定しましょう。いや、これか、とりあえず呼んでもらっていいですか。ちくよまみ、社長、ほら、ほら、ほら、社長、でもやっぱりミッチーで書かないんですよね、やっぱ。祝じゃないですよ、エツって書いてるんですよ。それも、そこもわからんかったし。ほら、ほら、ほら、視聴者もわからんすかね、ただ。あ、これ上がないか。はい、じゃあもう本当ベトナム帰りに、ちょっとあの、視聴者の皆さん、ちょっとあのこれからちょっと本数減らして、あの、もうみんなで今頑張っていこうっていう風で、はい、ちょっとね、やって、で、ちょっと本当いろんなこと、他のこと、まあ俺今動き始めてるんですけど、はい、はい、これからじゃあチャンネル登録といいね、ザッザッザスって言うの、私しましょ。あれ知らなかったんすか。お前は俺が出てないうちでこんなふうに。やめようぞ、ザス。新メンバーまた迎えるんだね。はい、あの今編集本社、まあ、カメラマン兼だね。そうですね、編集が入って、はい、来年からも、まあ、カメラマンか。美人女子。おお、めちゃくちゃ可愛い。見てみたいです。お前リリちゃん失礼だよ。はい、いや同等ぐらい、同等ぐらい。なんで上からなの。じゃあ女子2人で、ね、ミッチー、寺西、俺はちょっとまあフェードアウトしとこうかなと思って。はい、またちょこちょこ出ると思いますけど、はい、また塗り替え道場チャンネルよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。せーの、また見てねー。ちょ、カメラ止まった。痛い。いや、お前やばい、仕事でいいやば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 い